けども、息子が2人います。息子を大学に行かせるために私は一生懸命働きました。なんでかって言ったら、このまま自民党に政権を取って、自民党が政権を取り続けていたら、きっと徴兵されるんじゃないかと思うんで、もう死に物狂いで必死で働きました。そして子どもたちを大学にやりました。だけれどもやっぱり子どもたちはそれだけでは足りないって言って奨学金を借りました。奨学金の問題みんな分かってますかね。子どもたち普通借金するときは信用が必要で、どれだけ稼いでどれだけ収入があるか、この人を返していけるという見込みがある人にしか借金はできないはずなんです。でも子どもたち何にも決まってない、まだ未来も何も決まってない子どもたちに大金の借金をさせて、それで今苦しんでる若者たちがたくさんいます。私の息子たちもそうです。奨学金、幸い私があまりに貧乏だったおかげで2人はちゃんと就職しました。正社員になれました。だから返済していけるだろうと思っていますけれども、それでもものすごい苦しい生活を強いられています。一人暮らしして初任給17万18万の給料で、その中から家賃を払って光熱費を払って携帯代を払って、残るわずかなお金を全部奨学金の返済に持っていかれてしまっています。こんな現状を是正しなくて何が未来があるんでしょうか。私はジャストン先生にもテルちゃんにも今日本当に会いたくて、雨が降っててもどうしても会いに来ようと思ってました。やっぱり弱い者の味方、弱い人がこの世の中で、弱い立場の人のことを分かる人が政治の場に立ってもらわなければ何も変わらないと思います。安倍首相は夫婦で平均的に旦那さんが50万を稼いで、奥さんはパートで25万稼いで75万の収入があるのが平均だとか言ってますけど、どこの国の話してるんですかって話です。私は今失業保険もらってますけど、月に11万しかもらってません。そんなので生活できるわけないんです。家賃払って食費払って、息子たちより貧乏で、私は息子に奨学金返せなかったらお母さんにちゃんと言いなさいって言うけど、言われたところで私が助けてあげることもできません。貯金がないからです。ずっと非正規で働いてきました。障害福祉の問題に取り組んで障害福祉の仕事をしてきました。やっと正社員になれたと思ったらクレーマーにクレームつけられて辞めさせられました。本当に正しいこと、本当に間違ったことは間違ってるっていうだけで排除されてしまう世の中なんておかしいと思います。間違ってることは間違ってる、いいことはいい、みんなが本当のことを祈る世の中になってほしいと思うから、令和新選組を応援しています。皆さんもまだ令和新選組のことを知らない皆さんもどうか知ってください。消費税 10% しなくてもいいんですか。全くなしです。10月からすぐに 10% になるでしょう。本当にいいんですか。私は本当に困るんです。皆さん助けてください。消費税 10% になったら生活できない人だっているんです。分かってください。皆さん令和新選組を応援してください。よろしくお願いします。素晴らしいアピールありがとうございました。本当にこういう人たちのおかげで令和新選組はあるんだと思います。私の背中をしてくれた何よりの宝物です。本当にありがとうございます。どなたかアピールしていただけますか。お願いします。
るんですけど、消費税もみんなずっと払ってきて、そんなもの話することなんてできない、そういうふうに言われてるかもしれないけど、そう刷り込みです。実際にここ20年日本の税収っていうのは不景気起きません。消費税が増えた分だけ法人税が変わり、手持ちの税金が減ってます。しかすことは、まあ、配分の問題で十分に多いです。そういうふうなことを今日は政治や新聞やその配慮に追う財務省から振り込まれてしまってます。ほとんど、今もそうですけど、選挙の行政運転を見に来ても、テレビは一切取り上げません。テレビがやってること、我々議員がスポンサーに忖度したことがしか言っておりません。事実を見ましょう。消費税がそれなら、他のこともそうですね。税金の負担。全体のここ20年の日本経済、本当に伸びてないですね。収入はほとんど伸びてない、プラス、今度は働きの額は増えてますね。どんどん増えてます。子供が少ないんだから、どんどん増えるとは言いますけど、先ほどどなたが言われてた通り、こんなに若い人を見つめてたら、少子化が進むのは当たり前です。奨学金返して、庶民給も上がらず、さらに社会保険の外へ、働いている人を追い出して、ということは非正規の人を増やして、それでどうして子供を作って、教育を与えて、やっていけるんですか？よく考えてください。おしゃべりがそっちじゃないんですけど、吸い込まれてることを、引き込まれないように自分の頭で考えましょう。どうもありがとうございました。今奨学金の問題、それから学生ローンみたいな問題、消費税の問題、大切な皆様のお訴えを伺いました。まさに令和新選組が政策として訴えている内容そのものです。皆さんのお訴え、心に染みました。その思いを胸に、私、国政に訴えるというモチベーションがさらにさらに高まってまいりました。どうか、皆様それぞれのお考えがあると思います。どうか一言でも結構です。私、偉い先生でも何でもございません。一方的に話すっていうのは、私、じゃないと思うんですよ。どうかでも、主人公だと思っております。平場の対話が必要だと思っております。たまたま私がこうやって立候補をさせていただいているだけ、いつでも誰でも立候補できるはず。これが本当の民主主義です。今その場で作られようとしています。どうか何か一言でもアピールでも文献でも思いでも何でも結構です。おっしゃっていただけますか。私伺いたいです。お願いいたします。こんにちは。私は弁護士をしております川本志保と言います。弁護士というとそんな経済的には困ってないだろうと思われるかもしれませんけれども、弁護士の数もとても増えていて、借金をして、奨学金を借りて法科大学院に出て弁護士になっても、それでもなかなか就職先すらなくて困っている若い人がたくさんいます。で、弁護士に就職できたとしてもその後ものすごくハードワーク で奨学金も借金返しながら刑事分割の経営成り立たせるというのは本当に大変なことで、それで困っているというか、本当に必死で身を削って働いている仲間がたくさんいます。そのことも訴えたいんですけれども、私がこういうふうに皆さんの前でお話ししたいと思ったのは、私たち弁護士の仕事の中身自体が今後憲法が変えられたりすることによって全然ガラッと変わってしまうかもしれない。私自身はそのことにものすごく危機感を持っていて、それをアピールさせていただきたいと思っています。皆さん、
もちろん弱い立場立っている、それは大変なことです。じゃあ今勝ち組で強い立場に立っている人が果たして幸せなのかというと、私は全然そうではないと思います。私ももともと優等生体質で、なんか周りに評価されること、それを一生懸命、考えて生きてきてたんですけれども、その時はものすごく生きづらかったんです。もし、自分がですね、何か人よりも評価されない、そんな立場になってしまったら、何か自分の存在価値認めてはもらえないじゃないか、そういうふうに思って本当につらかった。でその時にいろいろ考えて、いやそうじゃない、私たちそうじゃないって、別に人に評価されなくたって、私だっていっぱいおろとってるところ弱点あるけれども、そのままで生きてるだけで価値があるんだ、そう思ったら別にそんなに必死で頑張らなくても、人より踊ってるところがあっても、思うまま自由に行動して、それでワクワクして満たされて幸せだと思える、それでいいじゃないかと、そういうふうに思って元気が出てきました。で、すいません話長くなりましたけれども、それで弁護士になるために憲法を勉強したんですけれども、その時憲法の中で一番大切な根本理念っていうのは、一人一人みんな存在してるだけで価値があるっていうことだ、いろいろ悪いところいいところ、苦手なこと得意なことあっても、もうそれ全部ひっくるめて存在してるだけで価値がある、だから国家はその一番価値がある一人一人の個人を尊重するために、一人一人が自由に幸せを追求するためにサポートをする、それこそが国家の役割なんだ、それが憲法の根本理念で、憲法というのは国家の最高法規ですから、その他の法律も全部そのためにデザインされていて、で、弁護士はその理念のもとで法律を具体的な事件に適用して解決していく、そういう存在なんだというふうに習ったんです。私は自分の生きづらさ経験してきていて、そう習った時に、あ、よかった、憲法っていうのは本当に私が思っていたこと、それを守ってくれるものなんだ、私が大事だと思ってくれることを守ってくれるものなんだ、そういうふうに思いました。ところが、今の与党である自民党は2012年に憲法を改憲制草案というのを発表しました。憲法というのはこの国の基本設計図みたいなもので、自民党の改憲草案というのは自民党のこの国のビジョンというものを表しているもの、そういうふうに見れると思います。その2012年の改憲草案のビジョンを見ると、個人の尊重という一番大切な理念の部分、それの根という字が削られていたんです。そして自民党のホームページを見ると、憲法人権説という考え方は外国の考え方だから改める必要があるというふうに書いてありました。でもその憲法人権説というのは何かというと、私たちは生まれながらに、別に生まれた後で何か努力して何かを得た、そんなことはなくて、生まれながらに自由で平等な存在なんだっていう考え方で、それは一人一人生きているだけで価値があるっていう個人の尊重の、そういう憲法の根本理念の背景にある本当に根本的な民主主義の考え方なんです。自民党の改憲案では、その私たちは生まれながらに自由で平等だという、そこの部分が変えなければならないものとされていたんです。こうなってしまったら、こんな考え方で法律政治が行われていったら、今までの世の中は全然変わってしまいます。実際自民党はその改憲草案を発表した2012年以降、特定秘密保護法とか安保法制とか共謀罪とか、私たちの権利や自由を踏みにじる、そういう法律をたくさん作ってきました。そして私たちの暮らしも踏みにじってきました。自主権限は下がっています。非正規で働かなければならない人も増えています。そして若者が奨学金ローンを抱えている、高齢の方は年金が足りない、そうやって私たちどんどん苦しめられています。その中で消費税が 10% に上げられようとしている、なんでこんなひどいことができるのか、なんでこんなひどいことができるのかって言ったら、与党である自民党自体が、私たちが存在しているだけで価値がある、そういう尊厳がある存在なんだと、私たちのことを見ていないからです。それは2012年の改憲草案で明らかなんです。皆さん、こんな理念
のもとで作られる法律、そしてこんな理念のもとでなされる改憲、そんなことを許してしまったら、私たち弁護士の仕事自体も皆さんの権利や自由を守るためではなくて、皆さんを管理するため、皆さんを搾取するため、そんな仕事になってしまいます。私が弁護士になったのはそのためじゃない、そんな仕事に弁護士の仕事をしてほしくありません。どうか皆さん、この状況本当に起こっていいんです。私たちの存在価値自体を否定していくんです。どうかこの政治ぜひ変えてください。そして私の弁護士の仕事、これが皆さんの権利や自由を守る仕事であり続けられるように、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。私、れいわ新選組の参議院の全国比例区の候補者になって、ますます実感していること、確信を得ていることは、生きているだけで価値がある。生きている存在そのものが、かけがえのない宝物であるということなんです。お一人お一人、すべて全部違います。金子の筋の筋じゃないけど、全部違って、全部素敵なんです。全部いいんですね。そのことを実感しました。それも今弁護士の立場からおっしゃっていただいたように思います。どっかの党の偉い国会議員の先生が LGBT や障害者や私のようなシングルマザーは生産性が低いから生きている価値がないなんて言いますけれども、人様に価値なんて認められなくありません。私の価値は私が決めます。皆さん、でも皆さん素敵ですよ。皆さんパワーがありますよ。でもね、皆さんね、皆さん持ってるその希望やパワーをもっともっと確信を持ってください。信じてください。使っていいんだと思ってください。今のまんまじゃ宝の持ち腐れじゃないですか。知りたいって何してんですよ。ありがとう。今もうすぐ勤めたっていうおばさんパカパカの人が来ますけれども、なんか皆さん辛抱強いですね。この雨の中、私のようなおばさんのお話を聞いていただいて本当にありがとうございます。私本当に何度も言いますけども、私が偉そうに上から物を入れる立場や身分じゃございません。皆さんがそうやって仕立ててくれてるんです。ですからいつでも誰でも私みたいにマイクを握ってご自分の考えを皆さんにおっしゃっていいんですよ。本当に平等なんです。本当に自由なんです。それこそが民主主義なんです。私今その民主主義の壮大な実現をしているんです。この民主主義の壮大な実現、今進行中です。がっつり成功しています。どうか次の方、本当にいろいろ、そして多様な実感のこもった、確信に満ちた、本当に手作りの言葉をおっしゃっていただきました。今こんな生活困りごとがある、まあプライバシーに支障のなく限りで結構でございますが、おっしゃっていただけますか。よろしくお願いいたします。社会福祉が今どんどん強くなってきてますけど、でそれはお金がないからだって言いますけども、イージス・アショアだとか、その空母だとか基地を新しく作るとか、そういう時になったらお金がないからちょっと無理だと言わないんですよね。それも非常に僕は納得いきません。もう一つ、さっき電話をかけてきました。で僕は野々村って言うんですけど、野々村さん知ってるかって何って言ったら、ある人が亡くなった。で、6月の23日頃亡くなったんだけども、見つからなくて、見つかったのが6月の末だったと。で、今暑いもんだから、宇治が湧いたり、体が腐ってしまって、でその電話かけていた人は、その亡くなった人も真っ赤な部屋だったんで、もう時が落ちていたり、ひどい匂いがしたりして、そういうふうなことを伝えてくれたんですが、僕は神戸の震災の時にボランティアで神戸に来たんですけども、
いろいろやっていたら、いわゆるホームレスと言われる人たちは、震災の救援の対象にならなかったんですね。で、避難所に入ろうと思っても追い出されるとか、それから食べ物や物資ももらえない、入ってると出ていけって言われるというふうなことで、僕はそれ以来ずっとそういう人たちの支援をしています。さっき電話をくれたっていう人も王子の方で野宿をしてて、で神戸では住所がないと生活保護を受けに行っても事務所が相手にしないんですね。本当は違法なんです。でだけど部屋をちゃんと用意しないとなかなか受けるのが難しい。それでそのアパートに紹介をした人なんです。今までにも他にも紹介した人が亡くなって、夏で買ってしまったというふうなことがあって、でそういうことがあると、今度は家主さんは人に物は入れたくないと、死んだら後大変だと、今日の人もなんか後きれいにしたりするのに100万ぐらいかかるというふうなことだったから、僕なんかも人に身なんで今から部屋を借りようと思ったら大抵断られる。そんなふうなことなんかについてもみんなで考えていきたいし、私たちもありがとうございます。令和新選組、今お配りしているハートのそのビラの裏にはまだ書いてないんですが、実は令和新選組の政策としても掲げていることの一つが居住権です。居住権、ちゃんと住まいを獲得する権利、安心して住める権利というものです。衣食住の住が日本は非常に貧弱です。なんでかというと、日本の政策はわざと住宅政策を作らないでおりました。その代わり企業を通して住宅を供給している。何のことか分かりますよね。住宅ローン、一つの企業に勤めれば銀行のローンは予診管理で、その人にどれだけの返す力があるかっていうのを審査します。その企業が大企業であるか、そこの勤続年数は何年であるかということで、どれぐらい先かってことを決めますよね。そうやって持ち家、新しい家をどん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 供給してきた。でもそれは今回企業行為であっても国は何一つ手を貸していない。そうやって予診管理で住宅ローン、ローンが銀行から降りる人はいいけれども降りない人は賃貸です。賃貸って言っても住宅じゃない、アパートやマンション賃貸ですよね。働いて収入があるうちはいいです。じゃあ働けなくなったらその家賃払えるのかっていう話です。私どうしようかと思っています。私の周りシングルのシニアの非正規の女性がたくさんいます。そういう人たちの労働を誰も以上考えてくれてません。日本の住宅政策はわざとやってないんです。それは民間の活力を損なうからという言い方をしています。住宅産業、関連産業がいっぱいありますから、住宅を、新しい家をどん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 買って住宅市場を活動させるようにして、銀行も儲け出せるようにしているということですが、そこに参入できない貧しい人たちはいたら一体どこに住むと言えばいいですか。今ホームレスというのは見た目路上に寝泊まりしている人だけじゃありません。ネットカフェ難民というのもありますよね。漫画喫茶にもいる。それから1万円ぐらいのアパート、建築基準法とか旅館業法なんていうのに違法な人たちがそこに住んでいる。そういうのも本当はホームレスなんですよ。これは本当の日本の実態です。この実態を直視して、私たちは個人の視力に関係なく当然のことを国の基準として、国の責任として、公共財として住宅が提供される、そういう社会を目指しています。私は国が当然のごとく提供すべき医療と教育と、それから住宅介護っていうものは絶対に国が責任を持って、どんな人に対しても必要な分だけ提供するべきだと思っています。それが私のビジョンです。
どんな人もホームレスにさせない、どんな人もきれいな清潔なあったかいお布団で毎日毎日眠れることを私は最大の目標としています。今そんな当たり前のことができないでいる日本なんです。この状態を直視しない今の政権なんて言葉悪くてごめんなさい、クソくらいですよ。すいません、今皆さん待っていただいているのと、そしてやっとにあゆみさんが私と一緒の令和新選組の3人の比例候補のもう一人の方なんですけれども、30分に今からあと15分後に来るんで、皆さん本当にすごい粘り強いですね。 まだまだ待っていただいているっていうように皆さんにね、お一人お一人にしてもお配りしたいぐらいなんですけれども、それできなくてごめんなさい。っていうかね、ここの店がよくね、文句言わないでね、黙ってくれるんですけども、ね、これはこれですごいことだなと思いますけれどもね、普通は言われてもしょうがないんですけれども、ということで、実は住宅政策の基本の政策です。で、私、新宿なんですけれども、新宿のボロ屋がなくなったらもうすぐとこ洗いません。私、大阪の方でホームレス5年やってましたけども、またホームレスに戻るのかと思うと、ちょっとします。永田町とか霞ヶ関の偉い人にホームレスを経験させたいですね。どれぐらい経験させたいか、一日は一度ホームレスのうちに入りません、まあ、最低3年ぐらい修行していただこうかなと思っております。私子供を小さい子供を育てながらホームレスやってたんで、つい最近まで悪夢にうなされてました。子供を抱っこして、で手を引いている小さい子供が追い詰めるような目で、お母さん、今日はどこに泊まればいいのっていう夢を見てたんです。でも夢じゃなかったんです。本当にそういう生活してましたから。ようやく最近ですよ、そういう夢を見ないで済んだのが。でも、これから今のような住宅政策、無策のままだと、私の悪夢をリアルなものと体験せざるを得ない多くのシングルマザーや、多くのシニアの人たちが増えるんじゃないかなっていう危機感を募らせています。住宅政策何にもやってないですよ、国は。そう、公営住宅新しくどんどん建てていますか。古い公営住宅で4階5階腰が痛い、足が痛いっていうお年寄りが重たい買い物の荷物を持ってよっしゃよっしゃって4階まで5階まで自分の部屋まで上がらざるを得ないんですよ。貧しい住宅状況ですね。そんなことをほっぽって言っているんですよ。こんな貧しい政治状況を許しておきますか。絶対人間はどこかに泊まらなければいけない、いなければいけない、その居場所を確保していないんですよ。それも人間努力にしろって言うんですか。おかしいですよね。他の国は失業しても住宅だけは確保しています。日本は失業したら住宅なくなります。それ何のことを言ってるか。2008年のリーマンショックの時、東京の日比谷公園出場して派遣切りにあって雇い止めにあった人たちが交通費もないから大阪から東京まで歩いてきた人がたくさんいます。それが日比谷公園にあふれました。貧困元年と言われてます。貧困の国家と言われています。今は高価高価貧困は可視化されることどころかますます潜っています。見えなくされています。でも今の方がもっともっと貧困は深刻している、深刻になっているんでしょう。それをいいことに国は貧困対策を怠っています。さっきも言ったように学生ローンですよね。奨学金、多額の負担を抱えている、その借金を背負ったまんまでは結婚はできないと言える若者だから未来に希望がないんです。年金なんて諦めているんです。だけど未来がある、将来がある、これから長く生きていかなければならない若者に諦めさせてどうするんですか。そんな日本ひどいよね。なんで残酷なんだろう、なんで野蛮なんだろう、なんで貧しいんだろう。貧しいのは私たちじゃないですよ。そんな政策しかできない政府が貧しいんですよ。みんな貧しいのは政府だって言いましょうよ。私たちが貧しいって低めに思うことは一切やりません。政府が貧しいんだ、やるべきことをやらないんだって、それ例えていきましょうか。魚を売らない魚屋、キャベツを置かない八百屋、ね、それと一緒でしょ。洋服がない洋服屋、ここバッグ屋さん、バッグがないバッグ屋さんなんて誰も入らないでしょ。だけどやるべきこと
人に対してなんでみんな文句言わないんですか。おとなしいのもほどほどにしましょうよ。皆さん、もっともっと言ってください。本当に一つ一つ打ち合わせも何もしてない。でも本当にうまくいろいろな問題を掲げて言ってくれています。またとない機会だと思います。どなたにもマイクを握る権利がある、どなたにも発言の権利がある、どなたの意見も価値がある、かけがえのないものです。これこそがまさに民主主義、壮大な実験、今進行中、成功しています。私はこの一瞬一瞬が宝物です。宝物ありがとう、もっと宝物をください。どなたか発言をお願いできませんか。私は聞きたい、私に宝物をください。一つ一つ皆さんのご発言が私のパワーになります。どうでしょうか。ありがとうございます。お願いします。こんにちは、私は、3人の子供の母親です。上塚里小学校3年生と1年生、下は保育園児です。今私は学校難民です。どういう理由かというと、3年生と1年生の子供が学校に行きたくありません。でその理由は、学校の集団生活に入っていくっていうこと自体にものすごく閉塞感を感じていて、で私もその閉塞感っていうのは子供の頃は当たり前だと思ってたので、私は喜んでというか、もう行くもんやと思って、嫌とかも思わず言っていた時代の人間ですけども、子供たちはあれ、何かこの集団生活私はしんどいって気づき始めたみたいで、まず上のお姉ちゃんが行かなくなりました。行かなくなったら別のところにどっか行かせないといけないと、私自身この働きでどっちか仕事辞めたら生活できないレベルの低所得家族なので、あ、ちなみにもちょっとですけど、一応2人とも夫婦真面目に週5日働いてますけど、ボーナスとかもないようなところで働いてるので、そんな状況です。で、子供の居場所を決めないといけない、じゃないと家で一人ほったらかしになってしまうんです。で友達に最初は見てもらってましたけど、人家の家に預けるって気を使います。なのでやっぱり居場所を作りたかった。でまず上のお姉ちゃんはフリースクールを見つけることができまして、なんとかフリースクール、要は国語算数の理科社会という、そういう科目でカリキュラムをさせているところではなく、自分がこんなことをやりたい、自分から意見を出して、でみんなでこんなんじゃやってみよう、みんなで決めて、で進めていくような、いわゆるフリーな学校なんです。でもやっぱりフリースクールも賛否両論で、子どもたちに学習させているのかとか、やっぱりその、いろんな意見があります。でフリースクールは公費負担が全くありません。スタッフさんのお給料は私たちの授業料で賄われています。でも普通の学校に行けば多分1人当たり 7,8 万円月の予算を組んで教育っていうのは子どもたちに施されてるんですけど、私たちは小学校の席も入れないとフリースクール通ってるっていう、小学校卒業したっていうふうにならないので、そのフリースクールのお金は自腹で払いつつ小学校のお金も払っています。それは小学校全く行かないってなったら返ってくるものもあるんですけども、結局教育機会確保法っていう法律がここ最近できまして、それはもう子どもたち、学校に行かない子どもたちを無理やり小学校に戻すとかじゃなくて、その子に合った戻すのを目的とせず、その子に合った学習を確保させてあげましょうっていう法律までできたんです。それは東京州でって言って、もう何十年も前に子どもたちのフリースクールの場所を作ろうって決めた人たちのものすごい働きかけと全国的な働きやって、やっとこの数年の間にできた法律です。法律できたまま中身すっからかんです。フリースクールに全然公費負担っていうのが入りません。その理由はきっとちゃんとした学習をさせているのかとか、まだ政府っていうか、その公的機関として認めようということをしていないっていうのが現実です。それでも何でないお金を払って子供に一人は行かせることができましたが、2人目、お金のことは何とか頑張ったとしても、今度はもう空きがありません。今待機児童です。待機児童なので、行けない時は家で一人で留守番してるか、友達の親に預かってもらってるかっていう状態です。で例えばね、
その集団生活できないっていうのがもしかしたら発達障害かもしれないって言って、そういう発達検査を受けて障害っていう枠に入れてもらって、例えば仲良し枠に入れてもらうとか、そういう点もあるかもしれないけど、私なんか障害っていう枠に入れるのもおかしいな、子供にはこういう学習があるっていうのを合わせるっていうだけのことなんです。だからこの子はみんなに馴染めないイコール何か障害があるんじゃないかっていう思想自体が私は間違っていて、この子が伸びるためにはどうしたらいいんだっていうのを、一つ一つ考えてもらうっていうのが本当の教育で、それにお金を払っていただきたいんです。でも払ってもらえてません。で払ってもしこれが公的負担になったら、フリースクールのスタッフを増やすことができます。すると学校自体の子どもの受ける人数を増やすことができます。フリースクールが一番いいかどうか分かりませんけど、うちの子どもはそこに合ってるんではないかっていうのは通ってきての感想です。だって結局行き場のないほんまに学校難民だなと思っていて、で学校行かせてなかったらやっぱり学校行ってるのが当たり前という世の中の思想なので、あそこの親は学校に行かせてない、学校に行かせていないことを了承している、学校に行かせようと親は努力していないというふうにまるで虐待をしているような見方をされることもあって、実際友達はそれで児童相談所が子どものことを虐待と思ってわざわざそれをいろいろその子のことを見に来たりもしました。もうそれは本当に親子ともに生きる心地がしなかったと思います。真面目に考えて、真面目に子どものことを考えて動いているのに、真面目に考えてないように思われるような風潮がもうあります。とにかく私は子どもが生き生きと自分のことを自分で選べるようになるように、自分はこれでいいんやって、私は何かできるとかそんなんじゃなくて、あ、私はこれで、私は彼が好きでこういうふうにして生きたいって、ただそれが思えたら、立派とか学校に行って何か賞をもらうとか勉強ができるうちぼがいいとか、そういうのは私の子供には必要がないと思っていて、ただただ出て楽しいな、私はこんな風に生きていきたいなって毎日楽しくしてほしいんで、それだけなんですけど、まあ、それができなくてもずっともん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 しています。でもう今運動としては私も個人でのフリースクール立ち上げたろうかいなと思っていろいろ情報収集していますけども、はっきり言います、お金が足りません。で寄付もしてもらおうと思ってますけど、やっぱり公的支援も入れるようなそういう人々の思想にならないと、フリースクールだって本当に子どものためになってるんだっていうことをみんな信じないとお金っていうのは回ってこないんです。だって本当の子どもにとって何が大事なのかっていうことをみんながどんどん思想を変えていって、公的なお金さえも動かせるようになっていけたらなと思っています。そういうわけで、令和新選組さんのいろんな言われている政策とか考えとか一つ一つがものすごく納得できて共感できたので、今日お話聞かせてもらいに来ました。お話ししまってありがとうございました。素晴らしいお話で取り組みありがとうございます。日本の、子どもにかける教育予算、保育も含めての予算というのは OECD より、つまり先進諸国の中で国際比較すると分離症なんですよ。子どもにお金をかけることが本当に少ない貧しい国なんです。これでね、少子高齢化だ、子どもを産め育てろって女にばっかり押し付ける、で子ども3人4人産めってさ、女はさ家畜じゃないんだからね、産め産め育てろっていうのはとんでもない話です。でそれで金は出さないっていうことなんです。で教育の内容で言えば、一元的な価値観、文部省が認める、文科省が認める教育だけが教育で、そこには金は出すが、他の自由な教育っていうのは認めないから金は出してやらんっていう。でもこれだけ個性だ自主性だって言ってる中で、学校の教育ってどうですか。ブラック校則とかいじめとか部活での体罰とか教師のセクハラとかっていっぱいありますよね。学校って閉鎖空間の中でものすごく権力構造が強力にあるんです。先生という強大な絶対権力者と生徒という本当に子供だけな何も力のない生徒が一方的に先生にいろいろ押し付けられるだけ、まあ、もちろん先生心ある人も多いけれども、そういう歪んだ先生空間の中で体罰やセクハラの問題が起こっているわけですけれども、日本の今の教育は教育ではなくて洗脳だと思います。
どんなにくだらない、つまらないことでも、1時間、まあ、45分でしょうかね、黙って座って話を聞くっていうことだけが強いられる、訓練されるっていうことです。自分の頭で考えて、自分の言葉で語るっていうことを、私は公教育の中でされた経験がありません。でもね、いつまでもね、文科省の教育がダメだダメだって言ってても始まらない。ダメだと思ったら今の方のようにやりたい教育を自分で始めればいいんですよ。で、いつでも学ぶことができます。今がその学びの場です。私はこうやって皆さんから多くのものを学んでいます。本当に勉強になります。本当にこれが豊かな、多様な、多彩な学びだと思います。この学びの壮大な実験も今進行中、成功しています。本当にありがとうございます。次に皆さんどなたか発言される方いますか。ありがとうございます。本当に。はい。プリースクールね、うち今32歳の、ね、4番目の子がね、生まれた時が、千代の森学園ができた時だったんです。中の森学園ってご存知かな、飯能市でね、日本で最初と最後のね、最初で最後のフリースクール、中高で、その後にね、紀の国子どもの村いうのが和歌山で橋本で、それもちゃんと小中でちゃんとあって、高校の専修学校もあって、外国にもフィルカ・ハミングが、日本にも5カ所あった。だからそれが本当のフリースクールなんですけど、まあ、いわゆるね、あちこちに小さなね、子どもの星なんとかとかいろんなありますよね。だからどういう形のフリースクールでおっしゃってるのかなと思ったりもして、でだから探せばちょこちょこあるんですよね。ただ本当にいやだから基本的に大西さんのね、経済で言えば介護で必要だと思ったら、それをお金を送ってそこにドーンとあげればいいし、フリースクールで、ね、必要だと思ったら、まずそこにどん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 お金を上げとけばいいんですよ。で、あとは取るところからちゃんとお金持ちかなと。まあだから本当やり方次第でね、もうそういう夢があるね、嬉しいね、教育も介護もいろんなことができるんだなと、私はもう今回令和新選組にすごく希望を持っております。はい、どうもありがとうございます。教育って目に見える成果を上げることができないものだと思います。だから企業の利益優先にはかなわない営みだと思っています。だからこそ国の予算が必要なんです。生産性の高い子どもを生み出すような、そんなロボットを私たちは育てるわけがありません。いろんな個性を持った子どもたちがいます。先ほど障害の持った子どもの問題がありますけれども、障害って相対的なものです。例えば私も障害者です。なぜなら今こうやって眼鏡がないとちょっと見えづらくなっています。だけど眼鏡があったら別に何のものを見るのに支障を来すことはありません。ということは、障害って社会的に生み出されたものでもあるわけですよ。克服するのにちょっとした工夫や技術を駆使すれば、障害は障害でもなく、何でもなくなる。令和新選組に重度障害者の方々2人を特定枠に選びました。この人たちが国会に行くこと自体がすごい革命なんですよね。そんな人たち、仕事ができるのかっていう、やゆしてディスっている人がいます。遅れた考えですね。しかも障害者差別ですよ。そういう人たちこそが国会に行くべきなんですよ。そういう人たちの意見が一番取り入れられるべきなんですよ。なぜならその人たちは我々人間の本質を何よりも体験しているから、具現化しているからなんですよね。誰だっていつでも健康で働いたり学んだりすることができるわけではありません。途中で障害者になった方だっていっぱいいますよ。そういう人たちを基準に生きやすい社会は、誰もが生きやすい社会だ。それを令和新選組、私渡辺照子は目指しています。障害は社会が作り出したもの。ちょっとした工夫や進歩や周りの人たちの思いやりや社会のシステムで、障害はいくらか軽減されます、なくなります。問題は障害に対する差別です。私はその差別を少しでもなくしたいです。ありがとうございます。次はいかがでしょうか。いろいろ、本当にいろいろなご意見、いろいろな問題取り上げていただいてます。はい、どうぞこちら来てください。ありがとうございます。
私自身児童養護施設で育ちました。奨学金返しているまだ真っ只中です。もうこんなに苦労して、大学出て本当に苦労して今子供を助かって年間後輩したんですけれども、子供が心身症になりまして、やっぱり確実的な教育の場でついていけなくって、でうちの子心身症になりまして学校行けなくなりました。で今フリースクール通わせてますけれども、やっぱり苦労、やっぱりね、学校フリースクールに助成金がない分、うち家計逼迫してます。主人の奨学金がやっと終わったところで、なんとかフリースクールに通わせてやりたいですけれども、家計が逼迫してます。で、なんやろね、貧困家庭にも不登校になる権利はあると思うんです。頑張って学校行かないと、お母さん仕事の間学校行けない子は家で一人でおらなあかん。フリースクールすごいお金かかるからフリースクールには通えない。でも家におったお母ちゃんは仕事に行く、お父ちゃんも仕事に行く。貧困家庭には不登校する権利はないんかと、そういうふうに最近思います。で、そういう子どもたちを時々家で預かってるんですけれども、子どもたちがこの間一緒に公園に行って一番星を見つけて、いや多分飛行機やったかもしれへんけれども、一番星見つけてその子らが何て言うたか、戦争なりませんように、戦争なりませんように、世界中から戦争なくなりますように言うたんです。学校に出ない子どもたち、そういう感性の子がすごい多いんです。そういう感性の子どもたちこそ育てなあかんと思ってるんです。で、そういう子どもたちの今うちの子もなんか言いたいってみんなになんか言いたいって言ってるんですけど、未成年やからちょっと自粛させてもらってますけれども、みんなの、その小さい子どもたちの声なき声を届けてくれるのが令和新選組の皆さんやと思ってます。なので子どもたちの声なき声、戦争になりませんように、戦争のない平和な世界を作っていきたいというその思いをどうか皆さんと実現していきたい。みんなが幸せになりたい。みんなが楽しい気持ちで生きていける社会になってほしいって子どもたちが思ってるんです。子どもたちが一番星に願ってるんです。それを見てしまったらもう選挙行くしかないなと思って、で、この間山本太郎さんが僕へ来られた時に初めてお話聞いて、でもこれはもう令和新選組に入れるしかないやろと、そう思ってます。なのでもう皆さん苦しい中かもしれませんけれども、一人でも多くの人に子どもたちの声なき声を届けていこうと思ってますので、皆さん一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。宝物の言葉ありがとうございました。やっぱり子供は大人の鏡ですよね。子供のいじめの問題に深刻化していますけども、大人がいじめ合っているんだから子供だけいじめの問題なくなるわけがないです。でもその逆もあります。大人が平和を求めれば子供は当然平和を求めます。そういう空間がどちらもあればいいです。また右は令和新選組国会議員になったら、そういうフリースクール、オールタナティブな教育に対して十分な教育予算を投じたいと思います。教育の権利というのは誰にでも資格なんかいらずに自由にあるはずなんです。教育を受ける権利も国家は保障すべきなんです。だとしたら、今おっしゃったようなフリースクール、オールタナティブスクール、不登校やいろいろな障害を持った人、引きこもりの人たちの居場所を国が保障する、そしてお金は出すが口は出さない、そういうことをいろいろな取り組みを自由に保障するということが実は一番大事なことなんてないでしょうか。日本は資源がないことは昔から決まっています。人こそ宝なんです。その人に対してものすごく手抜きをしてるんだから、こんな手抜きの国滅びたっても仕方がない。でもね、子どもたちのために国は残す。
生きる世界を残さなきゃならない、それが私たち大人の責任なんですよ。今こんなに可愛い子どもたちがずっと長い間シンポジウム聞いてくれてますよね。すごいよね。私が子どもの頃こんなに立ってて聞いてたけど、言わせてきて、なんでみんなお利口なの。本当にすごいですよね。そういう宝、そういう子どもたちが少しでも嫌な目に遭わないように生きててよかったなと思うような社会を私は作りたいと思います。私の生い立ちは短いです。だからもうやりたいことやって適当にやって死んじゃえばいい思うかもしれない。だけども死死孫孫人はつながっていきます。生き延びていきます。そういう人たちに、子どもたちに、次の世代に何を残せばいいのか、その社会的な使命感は多分皆さんお持ちです。お持ちだからこうやってこうね聞いてくださったんでしょ、発言してくださったんですよね。すごいですよね。皆さん大人の責任感がある、使命感がある。皆さんも気になりませんか。皆さん気になりません。皆さんできます、できますよ、絶対できますよ。なんて謙虚すぎるな皆さん。もっともっとご自分の力を信じていいんじゃないですか。私ができるんだから皆さんだってできますよ、必ずできますよっていうか、もうすでにやってますよ。皆さんもうすでに成功しています、成功しています。その成功の輪を広げましょう、輪を広げましょう。やります、やります、やりましょう、やりましょう、やりましょう、できます。今もう成功しつつあるんだからね、この瞬間、この瞬間が、この瞬間こそが宝物ですから、やります。私また希望をもらいました。もうねこれ 何十億円のね価値があります。お金に換算できない価値があります。本当に豊かなものをくださってありがとうございます。どうかまた発言いただけますか。よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。こんにちは。先ほどはい、一人暮らしの男性が亡くなってという話をされたあちらの男性と一緒に、とあるボランティア団体で夜回りといいまして、野宿をされている方にパンやおにぎりを届ける活動をしております。でその体験をもとに皆様に少し2つぐらいお伝えしたいかと思います。神戸の震災の後、たくさんの方が、ホームレスという状態になられました。その後20数年経って今ホームレスの方が本当に減っております。それがいいことでもあるんですけれども、一方に何て言ったらいいんでしょう、街がきれいになりすぎて、つまりきれいにしすぎるがためにホームレスの方が横になりにくいベンチ、あるいは橋の下なんかに囲いをつけてホームレスの方が入れない方になったり、あと排除アートといいまして、わざわざこう床になんかデコボコ飯を置いたりみたいなことがすごく進んだんですね。それそういうこともありましてとっても減っております。でもそれが何につながったのかというと、貧困の可視化というんですから見えなくなっております。で私たちの団体はつい三日月目さんに神戸市に手紙を書きました。神戸市でネットカフェとかで寝泊まりしている方がどれくらいいるかということを調査しているのか、そして調査するない場合は調査する予定はあるのですかということを聞きました。そしたらまあだいぶ仲良くて返事が来たんですけれども、検討はしているけれども調査はしていない、それがいつになるかわからないというお返事でした。とにかく本当にそういう最貧困にある方の姿が見えなくなっております。3年くらい前に同じ神戸市内でホームレスで寝泊まりしている女の子が赤ちゃんをネットカフェで産み落とすということがありましたが、その後も、神戸市はそんな感じなんですね。で、街がきれいになるのがいいことでもあると私は個人的には思うんですけれども、本当にそういう辛い立場にある人が見えなくなっているというのは良いしきことだと思います。そういう事態をテルコさんが書いてくれると思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。一見きれいな街っていうのは汚いものや多様なものを排除する街でも一方あるわけです。公園のベンチにわざと手すりみたいなものをつけて身を横たえることができないようにしています。でも諸外国ではいつでも横になっていいですよっていうメッセージがついた何も遮るものがないベンチがあると聞きます。
それこそが本当に豊かで、どんな人にも優しい街なんだと思いますけれども、日本って綺麗な分、お金がある人にしか楽しくない街にもなっています。誰でもいつでも十分なお金があるとは限りません。これからますます貧困層が増えていくでしょう。貯金ゼロ世帯年々増えていっているということはもう皆さんご存知だと思います。だからもう貧困は一言ではないんです。だけどここで一つ気をつけていただきたいのは、貧困であるということをで自分を責めないでいただきたいということです。いろんな事情で、例えば怪我や病気で仕事ができなくて収入はなくって、それでもいろんな社会保障や公的扶助に頼れなくなって、住むところがなくなったり、お金がないとやっぱりね、友達付き合いもできなくなります。友達付き合いができないと助けてと言えなくなります。人を信用できなくなります。ますます孤立していきます。そういうふうなスパイラルがどんどん進んでいく中で、やっぱり自殺とかっていうのも多くなってきているんですよ。でも皆さん、これだけは一つですよね。人間って一回しか生きられないんですよ。一回しか生まれて一回しか死ねないんですよ。じゃあだったらその間に何をするか、どう生きてくるかっていうことが問題なんですよね。それを諦めたり我慢したりって過ぎるんじゃもったいなさすぎます。生命って本当に奇跡の連続ですよ。いつ死んでもみんなおかしくないです。それを通過したのが神戸では阪神・淡路大震災でした。2011年には東北部大震災あります。多くの災害があります。そういう被災者の方に対してどれだけ政府は優しかったでしょうか。皆さん自助努力で復興をされましたけれども、これでもかというばかりに今も熊本では大雨洪水の災害もありますよね。それから福島の原発の自主避難の方々の問題もあります。決して一言ではないです。全国至るところに原発ありますから、原発の下には活断層あります。日本列島って地震大国ですよ。そういう危険と隣り合わせなんですよ。でそれで除染の原発の除染の危険な仕事をやっている、それも労働者なんです。誰かを犠牲にした上での私たちの生活、これもなくしたいなっていうふうに思っています。私ばっかりお話ししてもなんです。皆さんもっといろいろお話ししたいことあるんじゃないでしょうか。どなたか本当に次から次に素晴らしいご発言をいただいております。ワクワクしています。どなたかお話ししていただけるととっても嬉しいですけれど、いかがでしょうか。どんなことでも、どんな些細なことでもいいです。
そういう、まあ、実際にお菓子を作っている人たちと同じような仕事をしてても法人がもう1ヶ月平均大体2万ぐらいしかないんですよ。それに障害者年金出しても生活なんかできません。もっと工事を上げる努力をしてほしいんですよ。別に国からの補助とかじゃなくて、まあ、これソーシャルビジネスとかであるんですよ。いろんな人たちに手をかける。例えばパティシエの方に売れるメニューを売れるレシピをね、パティのレシピを作ってもらって、でその通り作ったら美味しいものを作れるんですね。で、パティダサいんですよ、はっきり言って。実際今売ってるお菓子もあんまりもう家庭レベルの味にちょっと手が入るぐらいのものなんで、そこからやっぱりプロの力を借りたいし、でパッケージもダサいから、こういうのは芸大生とかにデザイン協力してもらって、もっと可愛いデザインを作ったらもっといいものできるんですね。でそうやって売り上げをどん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 上げていけば、どん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 収入も上がってくるんで、そうなったら本当に作業所っていう形にならなくても、まあ、それ障害があっても、知的障害とか発達障害重度であっても、生活していけるだけの収入を得られることが可能になるはずなんですよ。だけど多くの事業所、フリーランス作業所っていうところはほとんどがそういう努力しないで、ただ人数入れて補助金を上げてるだけなんです。このままだったらそういう障害を持っている人たちの自立っていうこれともその全然全然変わらないじゃないですか。それを自立してほしいな、できるような環境をどん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 作っていってほしいなっていう。今2つの重要な問題を言っていただいたと思います。1つはご自身の問題です。これ労働契約法の問題です。非正規の雇用で5年以上働くと有期の雇用、だから雇用の期間が限定されるんじゃなくて無期雇用になるっていう枠が、法律があるんですが、無期雇用にしたくないんですよ、企業は。だから4年と11ヶ月で首を切ると、雇用地域までも無期雇用にさせないっていうやり方をしています。多分方はそれに引っかかっているんだと思います。それからもう一つ福祉作業所の問題ですけれども、当然生活していけない基準、ちゃんとスキルがあるにもかかわらず、作っているにもかかわらず、これ障害者差別ですね。明らかに同一労働同一賃金が障害者に対して差別をしているという問題があるのと、それからこれは政府ばっかりがやることじゃなくて、例えばパッケージデザインとかパティシエのレシピを提供するということは、これは専門的な能力やスキルを提供するっていう、そういう社会活動、これプロボノって言うんです。プロボノ、例えば専門的な技能で、今もプロボノやってらっしゃいます。こうやって画像を、動画を撮ってくださっている、これ専門家の方々が多いと思いますが、これもボランティアでやっている方々もいますし、あといろんなプロボノでウェブデザインのホームページを作ってくださるとかってありますが、今デザインの時代ですから、多くの優秀なセンサーデザイナーがどん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 パッケージをしていただいて、福祉っていう枠に収めないで、かっこいい、すごく素敵な障害者のプロダクトをね、プロデュースしてもらえるっていうのもできると思います。そうやってみんながコラボし合って、一つの美しいもの、新しいもの、素敵なものが作れるなって、今そういうヒントをいただきました。すごく素敵なご発言ありがとうございました。